はいどうもいつもね、動画ご視聴いただき本当にありがとうございます。また今日からね、ご視聴いただいている方も本当にありがとうございます。私の おっちゃんの動画はね、ゆるーく30年間集めた趣味のバイク車、それをね、カスタムしたり直したり、本当ね、ゆるい動画ばかりの動画です。てなわけでね、今日もね何をするかといったらね、ジムニーのトレーラーを作る、まあ、ジムニー あのテールとかつけて、まあ、ジムニーっぽい、トレーラーを作る第5弾ということでね、今日はね朝のまだ7時、朝の1時からねこれね出勤前にね、作業をすると、まあそんな感じでね、今日はあの枠組みをね最低でも1本、できれば全部やっていきたいなと思ってます。まあそんな感じでね、とりあえずね今から鉄を切ったり溶接したりね、素人行きにねノープラン、それで、またあの設計図なしでね、やっていきますのでね、途中で詰まったり、どうにかなったりするかも分かりませんがね、もしよかったらねお付き合いください。では頑張ります。はい、まずはね、この鉄を切る、採寸して鉄を切るんですけどね、これね皆さん多分ご存知かとは思うんですけどね、この鉄、長い鉄を切るときはねちゃんと水平器で水平を見てやらなかったら、そのまま切ったらねこう刃がこう斜めに入っていくっていう恐れがあるんでね、私は一応ね、この決められた高さの台を持ってないのでね、本当はあの同じ高さの台を持ってたら一番いいんですけどね、私は水平器で測りながらね、微調整して切ってます。では採寸します。I'm starting to fall. I don't
溶接していきます。
はい、作業結局2時間もうね、出勤する時間になりました。それでね、まあ、今日はね、1本だけでも最低つけようっていうあのフレームをね、目標でいって今日は3本つきましたけどね、今日の溶接はひっつかない、くっつかない、難しい。やっぱりあれでしょうね、なんか錆びないような加工してるんですよね、このメインのフレームがね。そしたらそこ一応サンダーで取って、溶接していったんですけどね、ちょっとね電圧が足らんのか、電圧マックスでいったんですけど、何かな、よく、まあ、溶接のことよくわからないんでね、あれなんですけど、今まで溶接してたら鉄と鉄がねぐにょぐにょって溶け込んでったんが本当目で見て分かってたんですけどね、今回はちょっと非常に分かりにくい、これ本当にできてるのかなっていうね、ちょっと不安があるんでね、今度ねあの L のアングルをね、ビス止めもしようかなと思ってます。これちょっと不安なんでね、それとあとこう補強の溶接とかいろいろ入れてね、ちょっと工夫していきたいと思います。というわけでね、今日はおっちゃん今からねもう仕事に行きますのでね、今日の動画は撮影っていうか今日の作業はここまでです。これね必ずあのジムニーの後ろ形をした形っていうか、まあテールランプとか、まあそんな感じなんですけどね、ジムニートレーラーをね完成させますのでね、今後もお付き合いしていただいたらめちゃくちゃ嬉しいです。今日のゆるい動画もしよかったらグッドボタンもお願いします。それとチャンネル登録して、次の動画でお会いしましょう。今日はどうもありがとうございました。おっちゃんのガレージライフでした。さようなら。おー。